こんにちは、さくらです。今日は VTube スタジオがどんな人に向いているのかお話ししていきたいと思います。 VTube スタジオについては前回簡単な紹介動画を出したので、こちらも見ていただければと思います。まずはじめに結論になりますが、面倒な設定をせずにライブ 2D モデルを使いたい人には向いているソフトだと思います。その理由をメリット、デメリットで説明します。まずはメリット。 UI がわかりやすいので操作が簡単です。他のソフトと比べるとボタンが少ないので、私のように操作が苦手な人でも直感で操作をすることができます。また細かい設定をすることもできます。調整不要で抜群のトラッキング精度があります。ウェブカメラの設定が3ステップぐらいしかなく、他のソフトと違って微調整が不要です。それなのにトラッキング精度が高いので、この部分も簡単に使ってみたい人にはいいところだと思います。スマートフォンを使ったトラッキングはマシンスペックを圧迫しないので、低スペックなパソコンでも快適に配信ができます。ウェブカメラとパソコンを使って配信や録画をする場合はマシンスペックを圧迫してしまいます。それをスマホとパソコンを連携させ役割を分散させることにより、マシンスペックを圧迫せず配信や録画が可能になります。そのおかげで低スペックなパソコンでも快適に使うことができます。私はこのメリットが一番大きいかなって思います。次にデメリット。公式マニュアルが英語でちょっと分かりにくいかなっていう点があります。ただ分からない場合は使い方を紹介しているホームページを見ると解決しやすいと思います。無料で試すことはできるけど、スマホとパソコンの連携は有料になります。無料版でスマホとパソコンを連携する場合は1分以上同期ができないようになっています。それを解除するためには有料版にする必要があり、値段が3000円前後します。こちらはスマホと連携しないよっていう人はあまり気にしなくていいと思います。簡単にメリット・デメリットを説明しましたが、面倒な設定をせずにライブ 2D モデルを使いたい人や、現状フェイストラッキング機能のある iPhone を持ってる人は、ぜひパソコンと連携させて使ってみることをおすすめします。それじゃあ、またねー。最後まで見てくれてありがとうございました。このチャンネルでは私が思っていることや体験談をお伝えするチャンネルになります。よろしければチャンネル登録お願いします。